さよなら運転のヘッドマークを掲げて走る 2600K、KO2600K 電車は、1950年に登場した、KO 帝都電鉄、KO 専用の通勤系電車。1950年に、KO 帝都電鉄発足5発の新車として製造された。以来27年間にわたり活躍してきたが、1977年11月23日に、 高尾線でさよなら運転を実施。引退後は、廃車となった。慶王において、太平洋戦争終戦後初の新車であり、2000系以来の高床車でもある。日立製作所及び、日本車両にて15両が製造された。出ハ2600系10両と、サハ2650系5両が製造され、サハ2651.2652の2両が、日本車両製 他の13両が、日立製作所製である。また、デハ2600型は、奇数番号が、新宿砲戦闘車、偶数番号が、八王子砲戦闘車である。登場時の河川電圧は600ボルトであったが、1500ボルト昇圧を見込んだ MGE の装備や、自動加速方式の多段式制御装置など、KO 発採用のものがある一方、車体は従来通りの反抗性であった。 しかしながら、車体長16.8メートル、車体幅2.6メートルと大きくなり、D1D4D4D2 の、片開き3扉、ノーシルノーヘッダーの車体と、相まって、従来の14メートル級車と一線を隠す、近代的なスタイルとなっている。塗装も当初の標準色である、ダークグリーンから、後にライトグリーンに変更されている。正面は、丸ルで、 中央の窓が小さい3枚窓非貫通。前小灯は窓状に設置で、新造時は大型白熱灯一灯であったが、1964年に大型白熱灯による二灯化がなされている。パンタグラフはデハ2600系の運転台側に設置されていたが、1964年に奇数車は連結面側に移設している。台車はデハ2600型が、 ウィングバネ式、吊り掛け駆動方式の日立成形 BD-102K。サハ2650型は、TR-11 型からアマミヤ製作所製 A-2K 及び汽車製造成 KS-3 型を経て、東急車両製造成 TS-103 型に、落ち着いた。ありがとうございます。